こんにちは、Fスタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回ですね、アートスクール周辺バンド総まとめということでね、アートスクールね、そろそろついにアルバムが出ますと、編集でね、遅れてなければね、発売前に間に合ってると思うんですけど、アートスクールのメンバーね、いろんなジャンルの音楽をやってますんで、それをね、ちょっとまとめてみようかなと思います。で、旧メンバーもいるんですけども、そこまで含めるとちょっととんでもない長さになってしまうんで、今回はね、現メンバー4人の、やっているバンドをちょっと紹介していこうかなと思います。で、今回ね、まあいろんなバンド紹介するんで、 Spotify のね、プレイリストを作りました。これよかったらね、聞いてみて、気に入ったバンドがあったら、もうちょっと掘ってみて聞いてもらえればいいかなと思います。まずはリズム隊からいきたいんですけども、今のアートスクールのね、リズム隊、もう超極悪です。はい、まずドラムからいきましょうか。藤田さんですね。藤田さんはもともとモーサムトーンベンダーやっております。モーサムトーンベンダー福岡出身のバンドでして、まあもう歴はね、かなり長いですね。3ピースバンドになってまして、ボーカルモモさん、ベース武田さん、ドラム藤田さんの3人ですね。まあジャンルとしてはオルタナティブロックってところですね。で、まあグランジの影響が強いかなというところです。まあモモさんがそもそもムスタングを使っているってところでね、やっぱりニルバーナをね、よぎるんですけども、 US のね、オルタナですね、そっからいろいろ影響を受けてるかなというところですね。サブポップ周辺だったり、あとはまあダイナソージュニアもね、かなりあるかなと思ったりしますね。まあ爆音のバンドです。まあいろいろ路線変更してね、なんかちょっとテクノっぽいニュアンスの音が取り入れられたりした時期もあるんですけども、まあ現状として原点的なね、グランジに戻ってるかなという印象ですね。で、藤田さんはね、モーサムだとね、ギターもやったりしますね、もはや。なんか僕一回見たライブだとね、もう誰よりも目立ってたなという印象でしたね。いやー、なんか面白いバンドですね、本当に。いつかちゃんとね、モーサム一本の動画にしてやろうかなと思ってるんですけど、まあその時にね、もうちょっと詳しく話せればなと思います。はい、で次ベースですね、中堅です、中尾健太郎。はい、これはもうレジェンド級のね、ベーシストですね。もう皆さんご存知、ナンバーガールのメンバーでございます。まあナンバーガールはもう皆さんご存知だと思うし、これはですね、もう絶対に日本のオルタナを語る上では絶対に外せないバンドでありますので、聞いてもらえている体で話していきますが、ナンバーガール解散後はですね、スパイラルコードというバンドをやっておりました。スパイラルコードはですね、元カウパーズのね、ゲンドさんと一緒にやってたバンドです。3ピースのバンドですね。これはね、まあかなりジャンク気味になってます。ゲンドさんが、ギターボーカルっていうところで、絵も、ポストハードコアの流れも組んでおりまして、結構男臭いバンドになってます。で、スロースラブチャンクスをやったり、シーガルスクリーミングキスハーキスハーのメンバーになったりとか、最近だとクリプトシティですね。はい。これまたね、とんでもないバンドです。クリプトシティはね、僕よくライブ見に行ってましたね。まずドラムがね、今スキルキーズと、あとドレスコーズでね、叩いております、サトシさんですね。で、ギターがね、カナダ人のね、セプロバーズが弾いておりました。この人のギターがね、とてつもなかったです。もうなんか、周毛もあるし、基本的にはポストパンクっていう感じもあって、ポストハードコアもね、あったり、もうオルタナの音ですね、それをもう全部ひっくるめて出してるみたいな感じで、とんでもないギタリストでしたね。はい。で、ボーカルが、モデルもやってます、ディーンさんね。はい、この人今鹿児島に住んでるんですけど、はい、こういう感じでもう日本のバンドとは思えないというね、本場直輸入みたいなね、音になっておりました。まあ音像としてはね、まあジャンクだったりポストハードコア、ポストパンクみたいなところですね。渋くてめちゃめちゃ悪い音がします。はい、ジーザスリザードとピルとか、あの辺のねイメージかなと思います。その辺から影響を受けてるかなという感じですね。で、セプさんが抜けると同時に、ドラムのサトシさんも抜けまして、で新しいメンバーとしてね、トディが入りますというところで、ドラムはねブチャーズで叩いておりました小松さんが入りまして、またねとんでもない、極悪なバンドになって帰ってくるという感じでしたね。このクリプトシティも、トディにね変わってからは
よりジャンクなね、路線になっていきます。はい。で、小松さんもね、なんだろう、ブッチャーズだと結構ね、ミドルテンポの曲が多かったんですけども、早めのビートもね、やったりして、まあね、吉村さんの爆音の裏で叩いてたんでね、やっぱね、音圧がね、とてつもないですね。はい。まあ、完全にね、新しいバンドとして帰ってくる、クリプトシティという感じでございました。はい。いやこれもね、これはね、僕、一押しのバンドです。これぜひ聴いてみてください。はい、じゃあトディに入っていきましょう。トディなんですけども、アートスクール加入と同時期にマイオネーズっていうねバンドをやってみました。これはですね、ギターボーカルでしたね。はい。このバンドはね、今多分もう聴けるところがないかもな。当時マイスペースかサウンドクラウドとかにね曲を上げてたんですけど、もう聴けないかもしれないですね。まあ音としてはかなりグランジなんですけど、まあグランジもね、そのスマパンですね、かなりスマパンの要素が強いかなと。スマパンの曲でね、マイオネーズって曲があるんで、まあそっからバンド名取ったんでしょうけども、はい、そんな感じでね、スマパンの影響がありますと。あとはまあエモですね。はい、初期エモってよりはまあ中期ぐらいのエモかな。このアングラってよりは結構オーバーグラウンドあたりのエモの影響かなと思ったりしますね。で、まあマイオネーズがありまして、で、その後にねカレンっていうねバンドを組みます。これがねアートスクールにおいてかなり重要なバンドな気がしております。カレンはですね、ギタートディで、で、もう一人木下力もギターで入ってます。で、たまにコーラスしたり、で、リズム隊がね、ダウニーの二人ですね。これまたね強烈な二人という感じです。で、ボーカルはねあちこさんですね。はい。当時ウジャビンビンぐらいしかやってなかったかなという感じですね。はい。女性ボーカルの、バンドになっております。シューゲイザーなのかな、まあギターポップなのかな。はい。かなりジャンルを断定するのはかなり難しいね、音になってます。今の時期聴くのちょうどいいかなと思ったりしますね。結構爽やかな曲が多くて、さらっと聴ける。それでいてね、結構複雑なねアンサンブルだったりしますね、意外と。はい。まあなんといってもね、あのダウニーの2人が、リズム隊なんで、もう強靭ですよ、リズム隊は。で、たまにね、てか1曲だけね、めちゃめちゃポストロックというか、急にダウニーが顔出してきたなみたいな曲があって、これまた面白いんですけども、このカレンってバンドを経て、トディとアチさんのね、バンド、この後のバンド遍歴っていうのがちょっと変わってくるなというイメージですね。アチさんの話をすると、今やねもうアジカンのコーラスもやってたり、ロストエイジのハーベストっていうアルバムがあるんですけども、このアルバムはねもうロストエイジ3人に加え、キーボード、そしてベースでアチさんも入ってて、ある種コンセプトアルバム的にね、メンバーを増やしてで作ったアルバムになってまして、これ全編コーラスで参加しております。その前のアルバムでもコーラスでちょいちょい参加したりしておりました。まあ今やね日本のバンド界隈に欠かせないコーラスの人となっております。カレン当時のねアチさん、結構ね歌い方今と違うなと思ったりしますね。今はもうちょっとねこうなんだろう、丸みを持った歌声なんですけど、もっと突き抜けるような感じで歌ってるイメージですね。はい。で、カレン解散後、トディと2人でロープスというねユニットを結成します。ロープスはですね、まあ、トディがギターで、でアチさんが歌うというねアコースティックらしいね、まあ本当に優しいね、もう歌とギターのみの、真剣勝負みたいな感じになってますね。初期はアコギだったんですけど、エレキでね、弾くようになっていきますね。エレキの指弾きと、アチさんの歌だけっていうね、これまた面白い編成になってて、アチさんのね歌の持つ力がねもう存分に聞けます。これまた素晴らしい一枚ですね。トディもう一個ねでかいバンドやってまして、モノアイズというねバンドです。まあまあモノアイズもねもうドリームバンドなんですけど、まあギターボーカルねエルレガーデンの細見さんで、でギタートディで、ベースがスコット・マーフィーというね、知ってる人もいると思うんですけど、アリスターっていうねアメリカのまあメロコアバンドなんですけど、よくね日本の曲をねカバーしてて、それでちょっとね話題ではあったんですけど、その人がねベースで引き継ぎでいます。ドラムが一瀬さんですね。この人はねアスパラガスですね。はい。もうアスパラガスといえばもうしのぶちゃんの、やってるバンドで、ポップパンクというかまあメロコアなんだけども、結構複雑なね曲を作ったりしてて、メロコアだけどもなんか一筋縄ではねいかない、バンドになってます。これもかっこいいんで聞いてみてほしいんですけど、モノアイズね、エルレの細見さんがボーカルギターってことで、エルレ味はまあ当然あるんですけども、エルレよりもね結構ミドルテンポというかちょっとテンポをね落とした曲が多くて、僕はねモノアイズの方が好きかなと思いましたね。細見さんねちょいちょいインタビューとかでね、まあラジオとかでもゲットアップキッズがね好きっていうのをね言ってたんでね、
よりゲットアップキッズに近いね曲が多くて、僕実はねメロコアがちょっと苦手でね、それもあってエルレーまあ同世代なんだけど、むちゃくちゃハマってはなかったんですよねっていうところで、それでねモノアイズができて、より初期エモっぽい曲をやってるってところで、まあモノアイズの方が、僕的には好みかなと思いますね。最後ね、木下力なんですけども、木下力はね、まあ、先ほど言いましたカレンがありまして、で、キリングボーイですね。まあ、この人は。キリングボーイもね、これまたドリームバンドというか、そこまたやってくれんだって感じでね、めちゃめちゃ歓喜したんですけども、まあ、ベースがね、元アートスクールのひなっちで、で、サポートメンバーでギターにね、伊藤さん。伊藤さんはね、スパルタローカルズのね、ギターやってますね。はい。スパルタローカルズは、まあ、ポストパンク、ニューウェーブのバンドになっております。結構ね、アートスクールと仲良かったから知ってる人も多いと思うし、近年ね、再結成もしてやったりしてます。で、ドラムね、大北さんであってますかね。ナッシングスのドラムですね。はい。ナッシングスもね、エルレの部方さんと、あと、ひなっちがね、やってるバンドですね。これまたエモですね。かなり、もう、ド直球エモのバンドになってます。はい。ひなっちはね、テナーもやってたり、ナッシングスもやってたりという感じですね。はい。で、このメンバーが集まって、どういう音出すんだっていうところなんですけど、あのね、ニューウェーブ、ポストパンクだったですね。まさかの、まあ、それで伊藤さん呼んだんだなって感じがありましたね。納得の人選だなという感じです。はい。もともとね、木下力はね、まあ、スミスだったりね、キュアだったり、その辺のニューウェーブ、ポストパンクのバンドが好きだったっていうのがあるんで、なるほどな、納得だなというね、バンドになってましたね。あとは、まあ、ニューウェーブなんだけども、ひなっちがベースっていうところで、やっぱりね、ベースがやっぱ目立ってくると。うん、そしてね、かなりね、肉体的なベース、むちゃくちゃね、スラップしたりするんですけど、そのところでもね、なんだろう、ファンクの要素も入ってきたり、まあそこもね、木下力ね、プリンスが好きなんで、そういうところも入れてんのかなと思って、聞いたりしてましたね。なんか、その結構不思議なね、不思議というか、かなり、あ、新しいことやってんなという感じでございましたね。ファンクの土台の上にニューウェーブ、ポストファンクが乗ってるっていうね、面白い編成だなと思いますね。そして伊藤さんがね、めちゃめちゃ光ってますね。うん、バキバキです、本当に。うん。尖りまくったギターの音、ずっと鳴ってますね。もう、ある種っていうか、ダンサブルすぎてね、たまに座禅みてえだなと思ったりするんですけど、まあ、ひなっちね、昔座禅のメンバーだったんでね、そういうのもあったりするのかなと思ったりしましたね。まあ、キリングボーイはね、アルバム2枚しか出してないし、サブスクにあるんでね、まあ、ぜひ聴いてください。僕がこの中でね、好きなバンドはというと、やっぱね、クリフトシティ、あとはね、カレンも、さっきね、聞き返したらね、やっぱ爽やかでね、いいですね。うん。皆さんのね、好きなバンドありましたかね？このバンドのね、こういうとこね、行ってほしいよとか、あったら、コメントの方でね、教えてください。という感じですね。で、よければね、高評価、チャンネル登録もお願いします。それじゃあまた、お願いします。